おはようございます。明けましておめでとうございます。2020年1月2日、今から初詣に行ってきます。初詣に行く場所は毎年恒例の奈良県春日大社に夫婦で行っていきたいなと思います。では今から春日大社に行きます。はい、それでは到着しました。1年半年、半年ぶりの奈良はどうですか？なんか変わっちゃったね。あの門のやつがね。それよりもさ、2020年はどうしますか？どういう年にしたい？今まだちょっと考えられない。なんで？占いを。おみくじ。そうやな。今からちょっと中谷堂でお餅買って初詣って感じやな。あ、終わってるな。それでは春日大社の鳥居の前まで来ました。これ端っこ取らなかったよ。お邪魔しますって感じですかね。うわ、1年ぶりやなここ。さっきも言ってたんですけど、やっぱり2日やからちょっと人多いな。1日、去年までずっと1日に来とったからそんな人おらんかったけど、やっぱり2日は人が結構多くて、ちょっと並ぶかもな、参拝の時。ほら、言ったでしょ、唐揚げ2個とカステラがまず2つ。屋台な。毎回これで、もうちょっと行ったら屋台並んでるな。そうそう、さっきの歌ってた続き歌うんでいい？ラグビーの、あのビーズの続き。こっからまた10分ぐらい歩かなあかんね。ちょっと歩きます。それでは歩いて近くまで来ました。結局混んでへんかったな。さて、それでは今からおみくじを引きたいと思います。これ確か3年連続正吉かなんかやな。いくら？300円とかちゃうかな。そんなしたっけ？ほう、そう、そうや。200円か100円じゃない？いや、ちゃう。ここは300円してんのよ。マジか。200円や、うん。そうだ、守った。どう、楽しみ？うん。3年連続大吉やろ。もっとダブ連続。あ、そうなんや。女神や。やんこやわ。ちょっと待ってよ、合ってるか？合ってるよ。あ、一斉ので、あらまあ、うわ、うお、何年ぶりかの小吉だ。俺、久々の大吉や。よかったじゃん。いや、見事大吉でした。もう久々。いや、本当だよね。俺多分小学生以来大吉なかったやんと思う。やばいやん。だから散々の人生になってんね。どうでしたか、小吉？小吉はこんな気にしてない。素晴らしい。大吉で気分良くなったわ。よかった。何買ってもらおうかな。どうせ甘いもんやろ。どうしようかな。ちょうどさっき僕らが入った時ぐらいから規制が始まって並んでたよな、後ろとかもな。並んでたもんね。だから良かったよな。
なぼっちら買えるか。あ、そうやな、餅だけ買って買えるか。まあ、それが今回のあのなんていうんだっけ、正月に神社行こうと、あ、初詣動画でした。なんで唐揚げが良かった。なんか食べたくない。今日は今回は卵せんべいじゃん。卵せんべいベトベトなるし、会見ベトベトなるじゃん。唐揚げやったらならんと。ならん。うわ、揚げたてや。あ、ありがとうございます。よかったな。すごい量だね。今やったらやけどするんちゃうか。ねえ、ちょっと食べればいいの。喜ばん。うわ、いいね。もういいよいいよ、食べていい。食いしん坊か。あ、ここや。うん、食べたとこ、かません。うん、去年ね。でバルトロに卵かかってる。君がね、鹿に食べられるぞ。うわ、カリやって。若い。刺さるで。いやいや、鼻低いから刺さんない。どう？うまい。あ、うまいうまい。うん、うまいね。こんな熱ないけどな。うん、熱い。あ、来るよ。あ、ほら、来るやん。中開くわ。うん。はい、向こうで高速でやってますけど、靴の周りきなこだらけやで。ん？靴の周りきなこだらけ。はい、ということでですね、あの地元の方まで帰ってきました。もうあとは家帰ってゆっくりするだけなので、この辺で終わりにしたいなと思います。2020年もよろしくお願いします。ではさようなら。